宮城男郎は日本の工学者、政治家、東北帝国大学教授、宮城県知事、東北工業大学学長などを歴任した。1883年埼玉県出身、1908年東京帝国大学卒業、仙台高等工業学校教授となった後、1917年から翌年にかけてアメリカ合衆国に留学した。帰国後は、 東北帝国大学の工学部長などを務めて1945年に体幹1946年から1950年までは宮城県仙台第一中学校の校長を務めた1952年から1956年まで宮城県知事を一期務めた1960年に設立した学校法人東北電子学院の理事を務め1961年の 東北電子工業高等学校の開校及び1964年の東北工業大学の開学に尽力し、1961年4月1日から1964年10月31日まで、東北電子工業高等学校の初代校長を、1964年4月1日から1967年9月14日に、超閉塞で成長するまで、 東北工業大学の初大学長を務めた。1967年9月19日、東北工業大学による大学僧が営まれた。ありがとうございます。